秋塩は海上自衛隊の潜水艦、有塩型潜水艦の7番艦。艦名は秋の潮に由来する。なお、艦艇名としては、旧海軍通して初の命名である。ガール。秋塩の内部、秋塩は昭和57年度計画2200トン型潜水艦8094号艦として、三菱重工業神戸造船所で1983年4月15日に、 寄港され、1985年1月12日に浸水、1986年3月5日に収益し、州駅市第一潜水隊軍第一潜水隊に編入され、呉に配備された。1990年6月8日、第一潜水隊軍第5潜水隊に編入。1991年7月、特別改装工事を行い水中栄光式ソナーを、浸送された。 同年8月19日に、クレを出港し、ハワイ派遣訓練に参加、11月21日帰国、2004年3月3日、除籍。その後、海上自衛隊クレ資料館に展示物として用いることとなり、資料館建設中の2006年9月24日から26日にかけての間に搬入され、現在は資料館の屋外展示物として内部に入ることも、 できる。二つの潜望鏡があるが、両方とも使用することができる。船体側面には2箇所の穴が開けられ、資料館の3階から船体に入る形になっている。機械室前側のトイレや居住区のある区画より、船内に入り、前方に位置する、発令所を回って外部に出る順路となっている。発令所の床には、覗き穴が開けられ、下の魚雷発射間室を覗き見ることができる。 発令書の手前には、巨来搬入口がある。食堂横の館内通路ハッチなどは狭いために、ハッチを迂回する形で、館内設備が撤去されて通路が設けられている。ありがとうございます。